だぜ。はい、こんにちは。どうも。楽しんでいってください。どうも。
はい、ワドツ。
コメントないね。最近はコメントがないね。コメントが全くないね。まあいっか。まあいいんじゃね。エイリアンさん、じゃあ生放送やめましょう、今すぐ。やめるかやめないかは俺の気分かな。別にコメント別になくても俺は別に全然平気だから、楽なだけだからね。リスナーさん出ますのでごめなしでお願いしますとのことです。いや別にね、寝るっつうか書きたきゃ書けばいいけど、書きたくなきゃ書かなきゃいいじゃん。アンブコロさん、別に俺はお願いしたわけじゃないよ。自由にやろうよ、自由に。自由にやろう。おはよう。あ、こんにちは。柴田にラファエルとヒカルが1200万だか、柴田にラファエルとヒカルが1200万だかのベンツ買ったんだよね。どんだけ儲けてるの。柴田が年収公表してんのは4000万じゃなかったっけな。5000万だったかな。456のどれかだったと思うよ。柴田はめっちゃ儲けてるよ。いやだってコメントないんだもん。眠くなっちゃったよ。寝たい時に寝るよ。寝たい時に寝る。まあ配信はもう構想上もうダメだな。なんかそんな気がしてきた。もうこれ以上多分産業として伸びないと思う。もうこれはね、仕組みの問題なんだよね。だんだん分かってきた。産業的に多分無理だと思う。ライブがこれから来るっていうのは、今が多分ピークだな。いや、フォローさせてもらったって、そんなかしこまんなくて。いや、フォローしてくれたんでしょ。まあ、YouTuber、 いやもうパトロン見つけるか YouTuber の二択だな。もうでもパトロン見つけるの現実的じゃないから、うん、 YouTube で人を増やすのが一番綺麗な形だと思うよ。リスナーさん、お金持ってないリスナーさんは無料で見て、広告見て、その広告見てもお金払った気にはならないわけじゃん。でお金持ってる人はYouTube プレミア払って広告すっ飛ばして見るっていう、それが一番綺麗で、もっとすごい金に余裕のある人は投げ銭をするっていう、そうね、お金を持ってない人にお金を投げさせるっていうことがいかに無理かっていうことがよく分かった俺は。だからそういう人にはもう CM 見てもらうのが一番いいんだよ。うん、いや、じゃあ小手半風船マンにしてよ。
いや、あの俺以外の配信者好きとか嫌いとか言われても分かんないよそんな、風船マンにしといてことは YouTube の広告費下がるんじゃないの。俺倍になってるねここ3日ぐらいで。すげえうなぎ登りに上がってるよ YouTube の広告費。めちゃめちゃ上がってる。バカありがとう。多分ね、もう構造上その無料で見るっていうことにすごい依存をしてるから結局いいんだよもう、あの広告費、広告に時間払って、要は金より大事なもの奪われてるっていうのに気づいてないんだ、いいんじゃない。もう時間腐るほどあるんだからこの人たちは。あーでも YouTube すげえ本気出してるね。動画長いってあれアーカイブだよ。だって俺だって短い作品バンバン今上げてんじゃん。何本も上げてるよ。アンコールが知らないだけで全然上げてる上げてる。じゃあ俺の動画じゃなくて俺は記録を残してるだけなのよ。アイテムありがとう。おありがとう。いいね、ありがとう。ハートありがとう。動画長いからじゃなくてあれは録画だから、俺の中で記録を残してるだけなの。ただ要はタイムシフトだよ、タイムシフト。そうじゃなくて YouTube の作品はちゃんと作ってるよ今。チャンネル登録してねえから分かんないんじゃん。YouTube の稼ぎ方が一番綺麗だよな。要はリスナーと喧嘩にならないもん。くだらないいざこざができないから。そう、リスナーと喧嘩するほどバカなことないからね。ありがとう。ああ、でもうちは全然コメント書いてくれる人結構いるよ。クリショーって何？俺ニコ生の運営は信用できない。そもそもニコ生が金をちゃんと払ったっていう実績が一回も俺に対してないから、あのなんだろう、毎回詐欺られた詐欺られた騒いでるし、みどりさんも離れたとかいろんな人が離れてるのはそういうことだと思うよ。仕組みとしてダメだよ。あのそもそもニコニコ生放送は雑談な分主をもう育てようっていう気がないし排除しようとしてるから、ツイキャスだったらまだ 100% わかるけど、ニコ生はね、ニコ生に依存する生主は本当にやばいと思ってる。別に趣味でやる分にはいいかもしれないんだけど、ニコ生はもう会社として本当に終わってるから。あんなに無能な経営者いねえよ。多分やる気ないんだと思うよ。それが本当に無能か。ありがとう。あ、そうそう、あと俺月末に静岡行くわ。日付決まった。月末に静岡行くで、珍しくリアトツマチやるから、静岡のリスナーさんで会いたい人いたらリアトツしてください。リアトツマチやります、静岡で。コロナさん、今頃気づいたの？遅くない？まあ遅いけどね、体感としてはっきりだね。そう、自分を宣伝するとか、宣伝とまでは言わないよね、ファンと交流って感じ。コロナさん俺の中では自分が抱えてるフォロワーに対する交流の場でもファンサービスだよね。ファンサービス、かっけえな風船マン。はいよ、わかった。
ていうかね、本来ね、あの他の配信者も本音では思ってるんだよ。放送でアイテムもらってありがとうっていうこと自体おかしいことなんだから、投げて当たり前だと思ってるんだから、みんな思ってるよ。みんなありがとうって言わなきゃ怒るから、投げなくなるから言わないんだけど、俺は言うよ。俺はアイテム投げて当たり前だと思ってるから、俺正直本当にそう思ってるよ。アイテム投げて当たり前なんだよ、見るやつは。本来は何かを得たかったら何かを与えないと受け取ることなんかできないんだよ、うん、俺は本気でそう思ってるよ。でも正論を言うとネットでは叩かれるんだよ。だから本当はね、あの喋りたいだけ喋ってりゃいいんだよ。投げればいいんだよ。ありがとうありがとうありがとうなんて言うことがおかしいんだよ。むしろね、アイテム投げるやつだけコメント拾うぐらいがちょうどいい。ちょうどいい。ああちょうどいい、うん、いやありがとう求めるやつ勝つだと思うよ。見返り求めんだったら配信なんかに投げてんじゃねえよっていう話だよ、うん、俺は接客業のお客様は神様ですっていうのと、花火もらってありがとうっていうのバカバカしいと思ってるから、うん、そうだな、そもそも投げないもんな。一本取られたわ。肉肉やるじゃん。初めて論破されたわ。そもそもお前ら投げないもんな。いやー参った参った、一本取られたな、うん、分かんねえ。ナイスって言ってるやつは分かんないけど、なんかね、最近のリスナー押し付けがましくなったよ本当に。なんかいや花火師いないよ全然。ノンって誰や。ノンってノリコのこと。ノリコ花火なんか投げてねえよ。ノリコ最近アイテム投げるようになったけど、あ、そうそう、タムタム、そう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 、さすがマメさん、リスナーだね。初見ですじゃねえよこの野郎。なんだてめえこの野郎、何が初見ですだよお前。ゆっくりしてけよこの野郎、楽しんでけよ。分かった中ちゃん、うん、何が初見ですだよ、楽しんでけよ。配信の対価としてのアイテムが成立するが、ありがとうを言うか言わないかはまた違う話だね。いや、ありがとう、ありがとうじゃ配信にならないんだよ。俺ありがたいっていう気持ちはあるよ、正直ありがたいとはある。ただ構造上ありがとうの一個で話が崩れるんだよ。じゃあさ、普通のリスナーさんからしてありがとう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 言ってる配信面白いか。ちげえだろそんなの、うん、そう。塾長どう思いますか。クソゴミゴミだよゴミ。俺言ってやるよ、誰も言ったことねえだろ。俺は言うぞ、ゴミだよあんなやつ。俺ははっきり言ってやるよ、塾長ゴミだよあんなもん。ゴミだゴミクズだよ。俺怖くねえよ、だってもらわないんだもん。ゴミだよゴミ、その辺に落ちてるゴミと一緒だよ。塾長見かけたら言ってやるよ、和道がゴミだって言ってたってよ。どうせくんねえんだから。バカ野郎、期待しねえよこっちはよ。あんなよ、他の雑魚なめの人と一緒に塾長戦、塾長戦、花火ください花火ください、バカバカしい。もらえるわけねえんだよこっちは。なめんなよお前、負け犬をなめんなよ、雑草なめんなよ。こっちは這いずり回ってんだよ、そんな天竜人みたいなもんだろ塾長なんか。絶対俺んとこ来ねえから。ゴミ以下だよゴミ以下、うん、はいこんばんは。そんなゴミ以下だろそんなもん、心通ってねえじゃんあんなもん。だってよ、みんなよ、じゃあこれ本当にじゃあ塾長に対して言っていいか。俺別に共感求めてるわけじゃないから言ってやろうか。なんで投げるやつコロコロ変えるんだよ100万単位で。
本気で好きだったら1人の人間か2人の人間か3人の人間ぐらいを見つぐだろ。なんでコロ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 変えてんの。自分が気分で投げてるだけじゃん。あんな配信好きで応援してるように俺には見えねえぞ。遊んでるだけだろあんなもん。自分が本気で応援してるようには俺は全く見えんぞ。俺はリスナーとの付き合い長いから分かるもん。あれ人間で遊んでるだけだよ、うん、あんなのに頭下げんのなんかプライドねえやつだよ。ゴミだゴミ。塾長もゴミだけど、あいつに媚び売ってんのももっとゴミだよ。本当に恥を知れ人間として。プライドねえのかよ、うん、いらないいらないいらない。期待してない。全く期待してない。全く期待してない。知らない関係ないもん。俺からしたら他人だもん。会ったこともないし。普通ね花火師は専属だよね、うん、死んだ方がいいよ、うん、関係ねえんだもん。関係ねえよ。来るわけねえだろバーが。知ったことじゃねえやんそんなもん。何が塾長だよ本当に。ありがとうコマネチさん花火ありがとう。コマネチさん花火ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。コマネチさん花火ありがとう。花火サンキューいやだってありがたいんだもんだってありがたいんだもん。しょうがないじゃん。ありがとう言うでしょ花火もらったら。バカじゃねえのお前ら。ほんとゴミだなお前ら。何お前ら何お金もらってありがとうも言わねえの。ゴミだてめえ。ゴミだゴミゴミだよ。何がありがとうって言ってるじゃん。うるせえバカ野郎。金もらってありがたくねえのかよ。ありがたいねえ俺はバーガー、うん、うるせえうるせえうるせえ。お前らには俺のことは分かんねえんだよ。死んだって死んでも分かんねえからごちゃごちゃ言うんじゃねえよ。5分前のことを引きずってんじゃねえよ。だからお前ら前に進まねえんだよ。5分前のことをぐじ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 。過去を切り捨てろ。今を生きろ。俺は今しか生きねえからバーガー。今だけ生きてっから今だけ、うん、俺がありがたい時ありがとうって言うんだよ、うん、うるせえよほっとけ、うん、しょうねえな本当に。ダメだなセンスがない本当に。センスが皆無だ君たちは。どうしようもない本当に。人としてダメ。花火もらったらありがとうだから。はいはいどうもこんにちは。ゴミを見に来てる。もっとゴミな君よろしく。ゴミを見に来てる奇特な方いらっしゃい。どうも。いやもう本当に配信は限界だと思うよ構造上。プライドなんかないよ。プライドなんかない。はっきり言って配信始めた時からない。ない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 です。ないです。全くありません。プライドなんか。花火と応援コメどっちが大事なんだワード。あ両方いらない。花火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 余裕で花火余裕。コメントがありがたいとか俺本当に頭腐ってるやつだと思ってるから。コメントいっぱい書いてくれてありがとねーっつって気持ち悪い本当に。花火だけ投げてりゃいいんだよ。花火だけ投げてろ、うん、キャバ嬢に聞いてごらん。お話がうまい貧乏でドリンクくれないお客さんとシャンパンばっかり入れるお客さんどっちが好きって聞いてごらん、うん、シャンパンって答える即答だよ。シャンペーン。わかる？花火投げないやつとかゴミでしょ本当に、うん、アイテムだよ。金だよ。金金金のためにやってんだから。友情とかないよ君たちと。愛情とかもないよ一切ない、うん、ない。みじんもない全くない、
悪いね、うん、なんか正義感振りかざしてなんかリスナーさんありがとうとか臭い芝居やってるやつ見るとヘドが出るからヘドが出る本当に、うん、こいつ金引っ張る気満々だなって思ってるから働かない、うん、働かない。あのね、それくらいで泣くようだったら俺のリスナー向いてない、うん、俺のリスナーありがとう。あんちゃんいつもありがとうね、大好きだよあんちゃん、花火ありがとう、こんばんは。おいゴミ、おめえらも投げろこの野郎。あんちゃんとお前コマネチさん見習えバカ野郎。おい貧乏なんだろ、ひがみか。おい俺が花火上がってよ、貧乏人どもがよ、低所得者どもが、お前ら悔しいんだろ俺が寝ながら稼いでるから、寝ながら稼いでるから悔しいんだろ貧乏人どもが。働けゴミクズ、最低賃金でざまあみろ、一生働け、バイトとドカタやってろ。はいはい、土方にひがまれんのが一番ムカつくんだよ、土方に。やってるよやってるよ、ありがとうマミリン、久しぶり、いらっしゃい。な、絶対そうなんだって。俺がね、俺が楽して稼いでると思ってこいつら悔しいんだよ、だから俺のこと叩くんだよ。最低賃金で働いててよ、残業ばっかさせられ、サービス残業させられててよ、ハゲ散らかしててよ、40にも50にもなってよ、うだつが上がんなくて彼女もいなくてよ、だから俺が羨ましくてしょうがねえんだよこいつらバカ。そうだろ、だって金持ってるやつが俺のことひがむわけねえじゃん。余裕があるやつがさ、生活にゆとりがあるやつとか心の優しいやつが俺のことひがむわけねえじゃん。低所得者だからさ、羨ましいんだよこいつら。俺が遊んでるだけだと思ってるから、何の苦労もしてねえと思ってるから。ええ苦労してません、苦労一切してません、毎日遊んでるだけです、毎日遊んでるだけでお金が入ってくるんです。ざまざまゴミども、お前ら無能なんだから一生低賃金で働いてろよ本当に。は頭にきてんだよこっちは。そうだろ、無能だからよ、無能だから低賃金で暇持て余してんだよこいつら。だから俺が羨ましいんだよ、だから俺のこと叩かずにはいられねえんだよこいつら。悪かったな、俺才能あっから、俺器量があっから、俺めちゃめちゃファンいるから、悪いな、ごめんな。遊んでるだけで食えちゃうんだよ、遊んでるだけで食えちゃうの、残念だな。人気者で金も入ってきてよ、人気があって金も入ってきてよ、女の子から好き好きっていう、まあババアだけどな、まあそこはいいけど、女の人からね、ワドちゃんワドちゃんワドちゃんかっこいいって言われて悔しいんだよこの 4,50 代の無能のジジイどもは。モテない、ハゲてる、低賃金、忙しいっつって、だから夕方5時になると暴れまんねこいつら。うだつが上がらねえ本当に、生き方間違えてんだよ、自分に嘘ついてっからそういうことなんだよ、うんうん、あとで DM ちょうだい。ミミズ線引き大サービス何の話、本当に全て兼ね備えて、まあそうだね、アーティストだからね。だからいつも言ってんじゃん、マイケル・ジャクソンとかジョン・レノンとかレオナルド・ダ・ヴィンチとかアインシュタインとか、あのジャンルに俺を入れとけって。そうすると全部納得できるから。カテゴリーがおかしいんだよ、配信会で俺をカテゴリーに入れるから、お前らがなんかわけのわかんないトンチンカンなこと言うの。レオナルド・ダ・ヴィンチとワド対談しっくりくるだろな、天才 VS 天才、アインシュタインとワドの対談しっくりくるだろ、マイケル・ジャクソンとワードしっくりくるだろ。ついてこれてねえんだよ本当に、ついてこれてないの、うん。だからもうルサンチマンなんだよ、ルサンチマン、コンプレックスコンプレックス。はいはい、カプチーノ分かってない、
千年後見てるから俺。千年後ね、YouTube もう巨大スクリーン、巨大スクリーンの丘の上で俺の映像が YouTube で再生されてね、丘のね、丘に集う民たちが涙ながらに俺の放送をリッスンだから、千年先見てねえんだよ。イエス・キリストと和道だから、うん、二大派閥だ。先が全然見えてないんだって。イエス・キリストなんか頭おかしいっつって殺されちゃったんだから、30歳半ばで。あ、こいつ気違いだわっつって、うん、何これ、ペットボトルにこういうの貼らないでくんない？すげえムカつくんだけど。ペットボトルになんかこういうの貼るのムカつかない？なんか知んないけどイラッとすんだけど、うん、いや俺頑張らないから。頑張らなくても生きていけるから。全力で頑張りません僕は。頑張らないといけないのは君、頑張らないといけないのは君、うん、君です、君、うん、頑張りなさいよ、うん、何これ、ペットボトルにこういうの貼るのやめてほしいんだけど本当に、うん、すげえムカつくんだけど、うん、俺ね、頑張れっていうやつ大嫌いなんだよ。頑張れ、野球とか見てみろよ、客席、頑張れ頑張れ大谷くん、頑張れ頑張れってブスしかいねえから。マジで野球の見てみろよ、お前より頑張ってるからピッチに立ってるんだよ、お前より才能があるからあそこのグラウンドなんだよ。大谷翔平くん年収いくらだと思ってんだよ。頑張らなきゃいけないのは客席にいるお前らなんだよ。低賃金でね、たまにの休日がね、野球観戦、ビール飲みながら、頑張れ頑張れ、お前が頑張れよ。お前より大谷翔平くんは才能もある、器量もある、年収も高い、顔もいい、背も高い、足も速い。なんで頑張ってないやつに頑張れって言われなきゃいけねえんだよ、バカ野郎。だから俺野球とかサッカー大嫌いなんだよ。頑張ってねえやつが頑張れ頑張れ、なんだよ、頑張ってねえやつが頑張れだってさ、お前だわ。俺野球とサッカー嫌いなのそこなんだよ。みんな集まって頑張れ頑張れ、うん、頑張ってねえやつが頑張れとか抜かすな。少なくとも俺は頑張ってここまで一人でやってきたんだ、うん、頑張ってねえやつがお前ら頑張れよ、うん、本当に、うん、死んだ方がいいとかじゃない、生きてる価値ねえんだか、生きてんだか死んでんだか分かんないんだから、ほっとけばいいんだよあんなもん。頑張れ頑張れだってお前が頑張れよ、バカバカしい。本当にくだらねえよな、本当に本当にくだらねえよ。なんで命令系なんだよ、なんで命令系なんだよな、頑張れだよ、まだ頑張ってくださいでしょ、まだね。もう そこまで配慮ができるやつだったら、あ、こいつ違うなってなるよ俺も。あ、野球ってちょっと違うなってなるでしょ、頑張ってくださいだったらなるよ。頑張れ、はぁ、あ、はぁだよ。あ、ごめんごめん、サムーゴゾンさん、お前と違って低所得のひがみいらないから、俺働かなくても食っていけるんだよバカ。うん、働けやじゃないの。俺働きたくないからこれやってんの。で、俺才能あるから働かなくても食えてんだわ。お前と違うの。お前さ、働かないと食えねえんだろ？働かないとダメなんだろ？一生やってろよ。お前みたいになりたくねえから俺これやってんだよ、バカ。うん。働きたくねえから配信始めて、器量だけで食ってってんだわ。悪いな。うん。一生懸命働きな？ゴミみたいに。うん。株主と会社の役員のために働きな？うん、お前の給料上がんないけどな。残念だったね。多分俺お前より稼いでるよ。
黙っちゃったよ。ああ黙っちゃったよ。言い過ぎちゃった、ごめんね。本当のこと言ったら傷ついちゃった、ごめんね、ごめんね。当たり前じゃん、俺喋って寝てたらいいんだ。裸で寝てたら金入ってくんのも何が悪いんだよ。喋って可愛いんだもん、可愛くて可愛くてしょうがないんだから。寝てるだけでお前、もう携帯電話に向かって喋ってるだけでお金入ってくんだよお前。入ってくるんだもん、しょうがないじゃん。入ってくるんだもん、花火あげるって。俺本当はありがたいと思ってないよ、全然ありがたいの、当たり前だと思ってるから。俺の顔拝みたきゃお前、お前金払うの当たり前だろって思ってるから、全然平気、全然平気。冬暖房ガンガン、うん、リモコンで切らない、めんどくさいから。電気もつけっぱなし、もう全部パソコンとかも。電気代18,000円、全然余裕、うん、全然余裕。ダラダラしたいの、休みたいの、サボりたいの、そのために生きてんの。君たちは何、低賃金で一生懸命働くことが生きがいだと思ってんの、尊いと思ってんの。洗脳されてんじゃんやの、洗脳されてんじゃんやの、本当にバカだね、バカだね。一生やってな、死ぬ時後悔するよ、俺の人生何だったんだろうって。うん、俺の人生何だったんだろうって。いや、そう思わない、働けだって。働きたくないから俺配信者になったんだもん。で、3年間働いてねえで食ってってんじゃん。全然問題ないよ、全然問題ない、何にも問題ない。悔しいな、悔しいな、不公平だな社会って。はい、こんばんは。不公平だな社会ってな。いや、そんなもんだから。俺は勇気出してもう働かないって決めて、俺自分の力で稼ぐって決めたから。わかる、うん、はっきり言うよ、働くのなんか甘えだから。俺からしたらぬるま湯に使ってるだけだから。働く方が楽だから、逃げてるだけじゃんお前、うん、全然ノーガードだよ、全然ノーガード。ガードも解いてるよ。レイセフォーだよ、レイセフォー、レイセフォー。余裕、和道余裕。いや、働くの甘えでしょ、働く。あと風船忘れてるから、働くの甘えだろあんなの。だから全部機械に取られるよ、外国人に仕事取られるよあんなの。はい、こんばんは。あ、間違いない間違いない、ネズミおとさん、ほんとそう、マジでそう。俺はパトロン探さないと死ぬ、俺の才能が。おい、セフィーいらっしゃい。うん、俺間違ったこと言ってるか。女も機械がやっても変わんねえような仕事やって、俺は社会の役に立ってるって言い聞かせてんだもん。バカだろ本当に。生パは権利、権利、権利、日本人の、うん。いや、風船忘れちゃダメでしょ、風船マンなんだから。風船マンっていうぐらいだから、1コメント書くたびに俺に1円払うって意味なんだから、1円も払ってないで何コメント書いてんだよって話だろ。風船マンなのってバカにしてんのかって話だろ。お前は一生俺に1回話しかけるために1円払うマシーンなんだよ、うん、何忘れてんだよ。風船しないでコメント書くとこ、風船マンでも何でもねえ、ほんと無能だよ。ここにいる無能と一緒だよ、無能、無能のゴミ。いや、真面目とかね、社会とかね、あれはね、株主とかね、経営者の都合だから。経営者言うに決まってんじゃん、真面目に毎日働こうね、残業やろうねって。ボーナスとか顧みないで働くやつは偉いよって。株主とかお前経営者が言うに決まってんじゃん、働かせれば働かせるほど儲かんだから。バカなんだよ。いや、経営者だったらわかるよ、働くことはいいことだよって。嘘だから、うん。じゃあよ、セブン&アイ・ホールディングスってあるだろ、一番楽な仕事してんの社長と役員と株主だぞ。一番辛い仕事してんの現場だぞ。な、現場の方が給料安いぞ。そうじゃないの、そうじゃないの、どこの会社だってそうだよ。社長なんか飲んだくれて遊んでるだけだよ、うん、で政治家と談合してるだけだよ。上場企業同士で飲み会で、なんか銀座の50万のクラブとかで酒飲、なんか高い酒飲みながら、どうするっつって、このゴミどもどうするっつって、お前らバカにされてんだぞ本当に。知らねえよ、俺社長じゃねえもんだろ。そうじゃないの、だからなんか騙されてんの、頭騙されてんのか洗脳されてんのか、なんかよっぽど頭悪いかだよ。
よっぽど頭悪いか、うん、よっぽど頭悪いんだろうな。だから俺に働かせようとするな、うん、俺は働かねえから。うるせえ、黙って花火よこせ。だから、うん、黙って花火投げてりゃいいんだよ、うん、俺をお前アルバイトさせたら大変なことになるぞ。お前大変なことになるぞ。あ、俺も好きだよ、うん、大変なことになるぞ本当に、うん、約束は守らないね。接客はグダグダね。棚卸しはもうめちゃくちゃ本当にやばいよ本当。お前らのレギュラーガソリンに廃屋入れてやろうかこの野郎。軽油入れるぞこの野郎。おい、わかるか、俺を社会に解き放ったらどうなるのか。大変なことになるよ本当に。わかる？ホットなのかアイスなのかもわかんないよ本当に。冷凍食品がお弁当コーナーでしなしなになるよ。いいの？おい、入れ替えないから、賞味期限切れても入れ替えないよ。全然全然入れ替えないから、うん、発注ミス5発注5発注だよ。いいの？俺の好きなもんしか頼まないから。いいのか？おい、いいのか？とんでもないことになるぞ。働かない方がいいよ。社会はうまくできてんだよ。働かないやつは働かない方がいいんだよ。俺はもう悪魔だから、悪魔、ほんと悪魔だよ、悪魔、悪魔だから。666だよ、666、ほんとにイエス・キリストが最も恐れた男は和道だから。わかる？悪魔なんだよ悪魔。ほんとのことしか言わねえから。俺は花火もらって当たり前だと思ってるから。わかる？アイテムもらって当たり前だと思ってるから。感謝なんか一つもねえから。悪魔なんだよ。気づけよ。もうそろそろ。気づけよ。あ、いや、悪魔だよ、本当に。感謝なんて一回もしたことないから。ありがたいとなんて一回も思ったことないからね、アイテムもらって。気づけよ、そろそろ。打天使だから。打天使。打天使だから。もうやばいよ本当に。もう全部本当のこと喋っちゃうから。もう身も蓋もないとはこのことだよ。もう全部本音、全部本音。逆にやられたら怒るでしょうじゃねえよ。俺家から出ねえもん、めんどくせえから。怖いもん、外が怖い、うん、人が怖い、うん、ふざけんじゃねえよバカ野郎。怖い、関わりたくない。家が安心、事故が起こらない、誰も傷つけない。シャカとペコとのんちゃんしかいないから大丈夫。俺は部屋から極力出ないから、うん、パソコンに向かってずっと喋ってるだけだよ、うん、パソコンに向かって喋るだけ、うん、何にも怖くない。コメントで死ねとかハゲとかクズとか書かれても全然痛くも痒くもないから。100万欲しいってじゃあ全員に聞いてみろよ。ここにいるリスナーに120人いっからよ。100万いらないやつなんか一人もいねえよ。ふざけ人よ。バカかお前。100万欲しいっつって、ここに全員に聞いてみろよ。リップ飛ばして。全員欲しいよ。うん。100万欲しい！欲しいよ！みんな欲しい！いらないっていうやつはここに一人もいないから。欲しいよ。以上だよ。別にくれないの分かってるから。いや、くれないね。くれない、くれない。くれないのも分かってる。ただ、欲しいっていう気持ちだけは俺は忘れてないよ。俺は忘れてない。それだけは。もう少年の頃のあのキラキラした、あれだよ。あれ。少年の頃のキラキラした時のあれと一緒に取っといてる。100万は欲しい。いや、いらない、いらない。くれないもん。いらない、いらない。期待はしてない。期待はしてないけど、100万円は欲しい。心の底から欲しい、欲しい。でもそれは俺はみんな一緒だと思ってるから、そこだけはブレてないから、みんな欲しい、うん、みんな欲しい。だからもうファミリー、うん、だからここはもう全員悪魔、もう悪魔しかいないから、うん、みんな欲しいよ。欲しいよな、欲しいよな。あげようか、
くれないんだもん。ねえ、みんな欲しいよ。みんな100万円欲しいよ。うん。でも誰もくれないんだよ。な？誰かくれるか？お父さんが100万円くれるか？お母さんが100万円くれるか？恋人が100万円くれるか？ NO だね。答えは NO。一回ももらったことないです。つまり、100万円はみんな欲しい。でも誰もくれない。これが、アインシュタインの相対性理論だよ。わかる？うん。わかる。わかる？みんな。あ、詰めるよ、本当に。うん。無能だから、こんなの。100万円あげようか。くれないもん。何年やってると思ってんだよ。何年やってると思ってんだよ。いらねえよ。うん。俺は、じゃあ、言ってやるよ。俺は無条件で100万円もらって当たり前だと思ってるから。働くつもりなんかねえよ。俺はここにいるリスナーからかっぱいでやろうと思ってるから。お前らから100万円もらってやろうと思ってるから、コツ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 。お前らからかっぱくことしかしねえかんな、この野郎。財布出せ、財布。カツアゲだよ、カツアゲ。お前らからとことんかっぱいでやっかんな、本当に。ないよ。ない、うん、ないです。お前らからかっぱくことしか考えてねえから。お前らからかっぱくことしか考えてねえんだよ俺は。黙れ、ほんといい加減気づけ。しょうもない低所得者のくせに、ゴミみてえな低所得者のくせによ。ほんとにうるせえよ。てめえに質問する権限なんかねえんだよバカ野郎。自分で調べろ、いくらでも情報あんだろうがよ。しょうもないな本当に。情けない、本当に情けないよ。いい年した四五十のおっさんが、彼女もいなくてハゲ散らかしててね、20万以下の給料で働かされてて、そりゃ痴漢もするわな。なあ、そりゃ痴漢もするわ。お前らはもうそりゃチャットレディーに貢ぐわ。本当にチャットレディーが生きがいだもんな、お前らな。コミュ障だもんな、しかもな。しかもコミュ障だもんな。上司に呼び出されたら、あって言っちゃうんだろ。あのって言っちゃうんだろ。コミュ障だから。コメントでしか喋れねえもんな。もうどうしようもねえから。残念だよ、本当に。残念。本当に。風俗嬢に花束だけは渡すなよ。気持ち悪いからよ。風俗嬢に花束を渡すのやめろよ。ギクってなってコメント止まってんだろ、お前ら。あ、君にとっても似合うと思って、駅の近くで売ってたから買ってきたんだけど、もしよかったら受け取ってもらえるかなって。お前、キャバ嬢ドン引きだよ、お前。風俗嬢もドン引きだよ。あ、とっても君に似合う花だと思ったから、駅前で買ってきたんだよね、ドゥフフつって。気持ち悪いんだよ、ほんとに。低所得者が。うん。ゴミだよ、ほんと。キャバ嬢ドン引きだよ。風俗嬢ドン引きだよ。うん、いやお前らそんなことばっかりやってっから、こんなところでうだ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 書いてんじゃねえんだ、働けとか言って。お前らみたくなりたくねえんだよお前、ほんとしょうもない。花束は嫌いだったんだね、この前はごめんね、今度はショートケーキ買ってきたからとか言って。ケーキとかそういう問題じゃねえんだよ本当に。ケーキ甘いものとか好きなんでしょ、結構疲れる仕事だからね、デュフフっつって。気持ち悪い本当に。何やっても無駄だから本当に。もう気づけよ本当に。気づけよ。あー寒いござんす。なんで寒いと思ったか。なん、もう図星だからだよ。ケーキはありだと思ってるからだよ。風俗嬢にケーキ渡すのはありだと思ってるから、図星で痛いんだよ。今のは寒いよなとか言って、今のはわとちょっと滑ったとか言って。図星だろお前。風俗嬢にケーキ持っていくのか。不二家か、不二家か、不二家なのか。ああ、富士屋のケーキか。どうしようもない。おい、風俗行かないから、風俗行かない、うん、どうしようもねえな本当に、うん、シャトレーゼシャトレーゼか、うん、リアルシャトレーズか。あー
そうか、シャトレーゼか。シャトレーゼのなアイス美味しいよな。うん、なんかごめん、シャトレーゼか、うん、じゃあまあ低所得者の皆さん、もう僕は言いたいこと言ったんでおやすみなさい。ありがとうございました。はい、お後がよろしいようで、どうも。花火ください。はい、おやすみ。楽しかったら花火投げろよ、バカ野郎。